やるっきゃねえよな。敵城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。ガッツに任せておけば大丈夫だね。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥーゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥーゾット？誰だ？知らないの？傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で開けた首は何百何千とも言われてる。でもゾットが恐れられているのは強いからだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場で姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。ノスフェラトゥと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話信じてるわけじゃねえだろうね、リッキルトちゃんよ。あいつそういうのを見るとやたら突っかかってくとこあるからな。よくぞ今の人たちかわしたな、小僧。今まで俺が剣を交えたどんな奴よりもこいつは強い。
な。畜生。やられる。お前は左。行くぞ。